ご視聴ありがとうございます。今回も蔵出し動画的なものをやっていこうと思います。まずはこちらなんですが、何日か前に投稿しましたメガハウスワンピースの POP の蔵出し販売、挑戦された方いますでしょうか。無事に購入できましたでしょうか。なんか瞬殺っぽかったですよね。数秒とかで売り切れですかね。実は私も挑戦してまして、オールサンで買ってみようかなと思ったんですよ。クロコダイルを予約してたので。で、販売当日、身構えてたんですが、参加されていた方じゃないとわからないかもなんですが、この販売、YouTube で POP の生放送があって、そこでキーワードが案内されて、それをプレミアムバンダイの販売専用ページに入力して、で、カートに入れるってやり方なんですが、そのキーワードがひらがなで、オールサンデーの場合は今日は金曜日だったんですよね。放送当日が金曜日ということで、それはどうでもいいんですけど、キーボードの入力ミスったんですよ。今日は金曜日って入れちゃって、で慌てて入れ直したんですが、もう在庫なしでした。いや、早いですね。ミスは許されないみたいです。でもゲットできた方、本当におめでとうございます。で、私のようにゲットできなかった方、諦めるのはまだ早いです。で、それが今回メインのお話になるんですが、実はこの蔵出し抽選販売もあるんですよね。で、それが昨日情報公開されまして、番組内でも言ってたんですが、先ほどの先着販売の3体だけではなく他もあるっていうふうに言ってたんですよね。公開されたんですが、なんと10種類もありましたね。ちょっと特殊なのもありましたが、先にそれを言いますと、こちらなんですが、ピンキーストリートっていうフィギュアのコラボ商品の波ですね。で、これ調べると2年近く前に発売されてるんですね。で、というわけで結構前の POP もあるっていう風になるんですが、では見ていきますね。で、一応全部見ていくんですが、まずはこの3体ですね。先着販売したやつ。この3体がまず抽選もありますよっていうことで、さっくり終わらせちゃいますね。でも私も今回またミスオールサンデー申し込みたいと思います。はい、で次からがですね、新登場になるわけですが、一つずつ見ていきましょう。まずはこちらなんですが、リミテッドエディションサンチバー WD ウェディングですかね。ホールケーキアイランド編のタキシードのサンチですね。これどうだったんですかね。やっぱかっこいいサンチのフィギュアって方が需要ありそうですが、こういったのってどうなんですかね。女性のスケールフィギュアなんて結構ドレスバージョンなんてたくさん出てて、 POP まで昔ハンコックのドレス出してるぐらいですからね。で、その逆版で男性キャラのタキシードですが、どうなんでしょうっていう気もします。なんかどうしても POP ってやっぱりかっこいいフィギュアの印象なんですよね。でも蔵出しのチャンスですので、欲しい方ぜひチャレンジしてみてください。はい、でお次行きましょう。こちらです。リミテッドエディションクローリのひな。これは欲しい方結構いるんじゃないですかね。で、ひなももう2年前発売くらいですもんね。あまり登場しないキャラって当時どうなんだろうってなって予約躊躇しちゃいがちなんですよね。そういうのに限って結構希少枠になるので後々後悔するんですよね。あと集め始めたのが発売より後っていう場合もありますからね。この抽選販売嬉しいっていう方も多いような気がします。ぜひ頑張ってみてください。抽選ですけどね。はい、でお次がですね、こちらです。リミテッドエディションキットの限定復刻版ですね。で、これも遡ると古いですよね。2015年発売でも、去年復刻したものですね。なんかワノ国編を開幕して記念限定復刻なんてありますけど、確かにキット持ってないとタイミング的に欲しくなるかもですよね。元がかなり古いフィギュアにはなってしまいますけどね。でもキットを持ってないっていう方は絶対欲しいと思います。でもそろそろ新しいキットとかも出ても良さそうな気しますけどね。といっても POP 出るでしょっていうキャラもいろいろ控えてますからね。今後どうなりますかね。はい、
では次行きましょう。お次がですね、こちらなんですけど、リミテッドエディションのキャロットですね。で、あのキャロットといえば、少し前にあったワンピースのキャラクター世界人気投票8位だったんですよね。なんか一部海外ですごい人気なんでしたっけ。すごいですよね、8位って。あの個人的には意外でした。まあそんなこと言ったら怒られますかね、すいません。まあでもそれだけ人気ってことですし、やっぱりスーロン欲しいですよね。まあそんな時のためにも一緒に飾れるこっちのキャロットもぜひこの機会にゲットしておきたいですね。はい、ではですね、お次残り2つ最後になるんですが、一気にいきますね。こちらです。はい、リミテッドエディションレイジュの、BB とナミの BB、 これは SP ですね。 BB シリーズからこの2体が抽選販売とのことです。もうこのシリーズナミめっちゃ多いですよね。なんですかこれ、 BBSP っていうあの15周年記念みたいなフィギュアでしたっけ。あのこれ結構プレミア方面でやばいんですよね。まああまり触れないでおきますが、狙う方も絶対いますよね。あのまあでもこの BB シリーズって需要どうなんですかね。あのワンピースってやっぱりかっこいい路線で来てるイメージだったんですが、まあメガハウスさん特有のお色気フィギュア、まあワンピースに限らないですよね。ナルトにドラゴンボール、あの完全に狙った造形のフィギュアなんですが、まあやっぱりそういうのって売れるでしょうね。まあそんなわけで BB シリーズも2種類抽選販売されるそうなので、この機会にぜひゲットしてください。はい、という10種のラインナップとのことでした。はい、でそしてまあ肝心な抽選期間なんですが、この動画の公開日の2021年7月16日金曜日13時から、7月26日月曜日23時までとなってるみたいです。まあ10日間くらいですかね。あの欲しいフィギュアありましたら絶対に忘れないよう気をつけてください。まあでも先着販売の時も瞬殺でしたからね、まあ、ちょっと難しいかもしれませんが、公式さんから新品を買えるっていう数少ない機会ですので、ぜひ参加してみてください。はい、では以上になります。で、またまあ蔵出しみたいな情報は見つけましたら動画にもしていきたいななんて思ってます。あの前回コメントいただいたんですが、フィギュアメーカーのネイティブさんも7月19日から蔵出しされるんですよね。まああれ絶対に動画にできないので、すいません、今回はなしとさせていただきます。はい、では以上になります。皆様が当選されることを祈っております。はい、では最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた。